じゃーん。ということで2日目、昨日でね、まあ、大体見たいとこは見れたんだけど、まあ、2日目もねちょっとこまごましたところをね中心に見ていきたいと思います。ですね、うん、でもまあ特に大きい発表とかはなく、Lマウントの話ぐらいで、まあフルサイズフォビオンはまだまだ先かな。うん、でも人がいっぱいですね。すごい、やっぱり人気です。余韻、超実践的フィルターブックなど著書多数ございます。続いて藤森邦明さんのプロフィールをご紹介します。1976年、長野県でかいね、父親の影響で縦栗の下になんか縦栗が1個ついてるような感じ。1999年、日本写真企画入社。でもまあ薄い、ミラーレスなんでやっぱ薄いな。多分これはねゲームチェンジャー的なカメラになるので気になります。富士フイルムの XT30 を触ってきました。やっぱなんか富士の勢いがやっぱすごくて、 XT30 ねやばいよ、あれちっちゃくて液晶がね結構綺麗でした。で瞳 AF とかもねしっかり追従する感じで、なんだろうな、あれ一台でお出かけカメラとしては最高なんじゃないですかね。ちょっと僕ね詳しいスペックまで見れてないんだけど、触った感じとかギミックとかデザインもねなんかこだわってて、ちょっとサムレスト的なのがあったり、すごい持ちやすくてホールド感も良くて、なんかね写真を撮りたくなるカメラっていう感じですね。あれいいな、あれちょっと欲しいなあれちょっとやばいかも。 XT30 は売れそうな感じです。といえばめっちゃ気になってる E マウントを Z マウントにつけれるマウントアダプター、もうこんなねすげえ薄いマウントアダプターっていうか鉄板1枚みたいな感じのアダプターでしたが、 Z6 につけてねちょっと触ることができたんですが、普通に動く、顔認識もコンティニュアスも動いたんで普通に動いてましたね。あれはちょっと欲しいな。発売6月待ち遠しい。視聴者さんに会いました。坂口と申します。坂口さん、ご来場の皆様申し上げますね。ありがとうございます。マイクここだ。どうでした？ホチピプラス本日よろしくお願いします。結構見ました？そうですね。ステージどこ気になりました？あのねディスプレイを前ちょっと質問させていただいたんですけど、ちょっとねディスプレイ、そうだ、ついてだから長田さんに質問させていただきたいです。今質問させていただきたい。後にしましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。どうぞ皆さん。でも液晶が大きいんか。GUI にデジタルと言ってた時の寸法になりました。ありましたね。ああ液晶でかい、確かに。
たいです。なるほど。で、TL バイクっぽいです。あれ、今回動画なくなったんでしたっけ？動画は、ね、あります。これ動画目ですダイヤルではなくなった。そっか。はい、お？あ、ほんまや、動画ボタンこんなとこにある。はい、じゃあ事前に説明だけしてください、はい、今このレンズ試作品のレンズになってますので、うんはい、最終製品版ではないです。はい、世界に2本しかないうちの1本で試作品なので、これちょっと中思いっきり急に動かすとずれちゃって、なるほどなるほどなるほど、ゆっくりめな、わかりました、お願いします。なるほど、動かさマニュアルでここをぐるっとぐるっとしていただいて操作してください、はい、絞りはこの絞りリング、コントロールリングと言われますけど、はい、もしくはボディのこのダイヤルで、なるほど、設定可能です。まあ、見ていただいてたと思いますけど、今ピーキングをオンにしてますので、わかりました。触ってる位置をなるべく赤くこう出るようにします。了解です。はい、あとはもうご自由に触っていただいて構いません。わかりました。今お一人様、今3分でお願いします。はい、お願いします。で、次におっしゃられましたが、はい、AF オンボタンに拡大を当ててますので、ライブビューの時ですね、 AF オンボタン、あー、なるほど、はい、これはまあこういうふうに、今そういうふうに設定にしてます。いい設定ですね、それは。確かに、なるほど、だったなと思ったら、もはい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 、おーすげー、すげー、開放からこんだけ切れます。マジか、なんか背景のボケ方が独特というか、ちょっとなんか今までと違う感じ、なんだろう、なんかこれがやっぱり対光系レンズの、ね、FF1 以下のレンズの絵の具がバッとにじんでるというか、なんかピントが合ってないというよりも、なんかぼやかしたようなぬるぬるした感じ、ぬるぬるしますね。すげえな、目に合わせると思う、ね、耳はピントが、あ、確かに確かに、すごい、やっぱでかいっすね。でかいっす。ねえ、Z につけて Z ちっちゃく見えますもんね。すごいなあ。いや、でも写りが。写りはもう。すげえ。最高です。最高でした。はい、なるほどな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さて、さてさて、やべえ、最後。ギリギリまで遊んでたら時間がない、急いで次に行きましょう。サインしてもらってます。ニコンバカ一台さんにサインしてもらってます。この映像を使わないで済むように見るばかりですね。これを見返さなきゃいけないなんていうことにならないように。わあ、すげえ、ありがとうございます。俺がニコンが好きだから、これはもう撮りました。あいゆえにですね。あいゆえですね。はい。157、これや。これです、これです。これや。もうあれだ、ちょっと。将会抵达。
い、大阪着きました。梅田です。すごい濃い関東遠征でしたね。いろいろ気になることが多かったです。最後ね、夜行バスちょっといいやつを撮ったんですが、めっちゃ快適でほぼ起きることなく最初から最後まで寝てました。まあ、お酒入ってたっていうのもあるけど。では